環境や教育、人口減少など地域に山積するさまざまな課題。そうした課題に真正面から向き合う人たちがいます。豊かな社会をどう実現していくか、明日へとつなぐ未来をつくる力。1番センター柿崎、はい、6番サード畑中、はい、全野球で、今日もやっていきましょう。お願いします。よし。今年1月、山形市で社会人硬式野球のクラブチームが新たに誕生しました。チーム名は B ネット山形、ベースボールネットワークの略で、野球で人とつながる、そんな意味が込められています。もともときらやか銀行で活躍してた選手たちが多いんですけれども、高校卒業して入ってきてくれた選手、あとは高校卒業して数年経ってますけれども、硬式野球を続けたいという思いを持ってくれてる選手たちが集まってきていただいてます。メンバーの多くは去年9月に無期限休部となったきらやか銀行野球部の OB たち。硬式野球を続けたい人の受け皿になりたいと活動しています。チームで主将を務める新井さん、きらやか銀行野球部に所属していた一人です。やっぱり野球部が休部ってなった時点では、本当にもう野球ができなくなるのかってことで頭の中真っ白になったんですけど、今日もこうやって気持ちよく泥まみれになりながらプレーできることはすごい幸せなことだなと思っております。クラブにはこの春高校を卒業したメンバーも。今年専門学生になって勉強をしながらここに来ている感じです。ただ単純に野球することが好きなので嬉しいっていう感じですか。この日は宮城県のクラブチーム東北マークスと練習試合。いつまでも硬式野球を楽しみたい、その思いは相手チームも変わりません。好きな野球をこういつまでも続けられるというような、こういうクラブチームの場っていうのは本当にこう守っていきたいなと思ってます。チーム数が多くなれば多くなるほど、私たちもすごくこう対戦楽しみも出ますし、切磋琢磨していけると思っている。環境であったりとか練習時間だったり、今までとは違って限られた中であったり厳しい中ではあるんですけど、山形県で野球を続ける受け皿っていうことでこうやって B ネットを立ち上げていただいたので、もっとこのチームの存在を知っていただいて、高校生だったり大学生も就職してから山形でこうやって野球続けられるチームがあるんだっていうのをもっと広めていけたらいいなと思います。